フジテレビューをご覧の皆さん、久保塚祐介です。久保塚祐です。1年前か、一人暮らしを始めて、まあそれがすごく2人の関係性でいうとすごく大きい変化かなと思います。その心境の変化はだんだん顔にも現れて、こう顔つきも変わってきたかなと思うんですけど、確かにその家で会うよりこういうお仕事の場で会う方が多くなってきてるので、それはこう面白いなって思います。やっぱすごくしっかりしだしてて、でまっすぐ真面目に役者だったりモデルだったりっていうことにこう取り組んでるので、前は結構アホキャラのイメージでもうこうあったんですけど、最近ね思い返してたんですけど、あんまりこうパッと出てこなくて、ただ代わりといったら何なんですけど、うちの娘がこの間めちゃくちゃ面白いこと言ってたんで、ちょっと1個だけ披露してもいいですか。車に乗ってね、まあ、娘をチャイルドシートに乗せてどっか向かってたんですよ。で、さあパパ、私の先生は肌が茶色いんだよみたいなね、まあ、外国の先生なんで、あ、そうなんだって言って、でいろんな肌の人がいるんだよこの地球にはって言って、で黄色い肌の人もいるし赤い肌の人もいるし白肌の人もいるしっていうような話を知ってたら、アマトは紫色が良かったなって言うんですよ。で、紫色のしましまが良かったなって言うから、アマちゃんそれはちょっと具合が悪そうだから紫やめといた方がいいんじゃないっていうことを言ったら、じゃあピンクはって言うから、まあ、ピンクだったら結構健康的だからまだありかなって言ったら、あ、じゃあピンクの水玉がいいって言ってました。すいません、親バカで、すいません。面白い。なんか直接会ってなんかどっちかがふざけて笑ったりっていうのは最近はないですね。ないんかい。悲しいね。切ないよね。そうですね、年始に、まあ、某サブスクで、オンエア始まる、公開されたっていうので、すごいフォロワー数が7万人ぐらい増えたんですよ。で僕もそれ体感して思ったんですけど、まあ、20年以上前の作品なんで、 そんなに前の作品がまあ時空を超えて評価されたりとか評判になったりするっていうのは、まあ、やっぱり単純に嬉しいですし、当時の一生懸命に向き合ったことっていうのが、ね、時空を超えてこう帰ってきてるっていうので、まあ、あの頃の自分じゃないですけど、そしてあの作品が今の時代の、まあ、人たちにとって、なんだろうな、例えばメッセージ的にだったりとか世の中的にだったりとか、あと作品の作り方的にだったりとか、いい悪いとかいろいろあるとは思いますけど、でもそういうのを超えて、自分自身、あ、嬉しいなっていうのはね、素直な気持ちです。アリさんは同世代の周りの反響はいかがですか？すごい言われるんですよ。友達とかに連絡で、今から見るよとか、正直、うるせえよって思う。だよ。でもまあ、そうやって、やっぱり自分の世代は、父親を知ってる人っていうのはほぼいないんですよ。もちろん自分を知ってもらいたいとも思いますけど、なんかそうやって自分の世代の人たちも自分の父親をこうリスペクトして見てくださるっていうのは息子からしても嬉しいことだなって思います。よくアイル君のお父さんだとかね、うん、あ、久保塚アイルの親父とか、そういう感じの言われ方になってるんで、あ、その辺はちゃんと自覚しとこうかなと思って。